はい、録画開始した。本日も、こちらのレースフォーザギャラクシーのスマホ版をプレイしていきます。で、このゲーム一応、こんな感じで BGM はあるにあるんですけど、BGM が1曲だけで、特に1曲っていうか、まあ、タイトル画面の曲と、じゃタイトル画面の曲か。1曲しかないので この辺がね、やっぱちょうどやっぱどうしても、スマホ版の、ボードゲームっていうのは結構出てるんですけど、やっぱ東海道がやっぱズバ抜けてよくできてるっていう部分があって、東海道と比べてしまうとこの辺がどうしても貧弱になっちゃうんですよね。なので、こちらの BGM を完全にカットして、代わりに本日もこちらの、ゲームの BGM をお借りして、プレイをしていきましょう。前回ミディアムモード、ミディアム難易度でプレイをしましたが、今回はハードモードでプレイをしていきます。ミディアムぐらいだったら普通に勝てるようになってきた。で、ハードだとギリギリ勝てないって形かな。じゃあ用意スタート。ごめん、ちょっと待って。OK。エキスパンションは、ニューワールドと、ゲザリングストーム、そしてレベルバーサスインペリアルを入れてます。あと、拡張が3本ぐらい出てるんだけど、それに関してはまだ、後日、発売になると思う。全部買うと20ドル以上超えるな。けどこのゲームも本当に今ハマってるわ。おもろいわ。さあ最初は、この2つの惑星のうちどちらか選んで2枚捨てるってやつだけど、どっちにしよっかな。レースフォーザギャラクシー先週の分の放送を見てなかった方に、説明をしますと、ここに書いてあるのがコスト。で、コストを、コストっていうのは手札を何枚捨てるかっていうと、手札を捨てることによってコストにするんだよね。なので、どっちも2点なんで、どっちも2点なんですが、このアンシェンドレアにか、レースに関しては、カードを3枚しなくてはいけない。だけど、3枚捨てる代わりにビフォーステッティング、ファーストラウンドアクション、最初のアクションを、1回完全に固定できるっていう風なメリットがあります。メリットっていうんかな、この序盤でやっぱコスト1支払うって結構でかいな思うんだけどな。てかなんで最初6がこんなあんねん。だからハードモードなんで結構ガチでやっていきます。エイリアンワールド3つで、最初に手札を捨てる。でから、アップリフトが、3つ。でから最初に8枚を置く。ほんでから、これは青と、だいだい色の、惑星3つ以上で一番多いプレイヤーが得点を手にする。でこれが、レベルの惑星を、一番多く、一番多くってレベルの惑星持ったやつが勝利。どうしよう。ハードモードになるとね、ここからガチでね、勝ちに行かなくちゃいけなくてね、ここから勝つのが結構しんどいね。序盤の手札に、ミリタリーで落とせるタイプの惑星があるんだったらいいんだけど、今回は聞いてなかったんで、で、あと武力6の、ボーナスがないから、アンシェンドレースにしていきましょう。で、ただし3枚捨てなくちゃいけない。ちょうど6点のカードが3枚あるって、これいらねえや。で、ここがピカピカ光ってますね。これかな。で、今回デベロップメント、そして、セトルメントを選んだ形ですね。デベロップメントを選んだ時のボーナスは1減る。で、この場合で言ったら、このかな。緑のカードをトレードに出した時とに強くなるっていうタイプのカードですね。でから、
フェーズ5の、プロダクションの時に、ウィンドフォールワールド、この周りにグローがかかってる惑星っていうのが、このプロダクションを自分で実行した時にしか、リソースを生み出せないっていうちょっと不便な、惑星になってます。もともとこう色があるやつに関しては、場に出した時には直接出てこないんですけど、誰かが、プロデュースのフェーズを選んだ時点で、発生するっていう、相乗りがしやすくなる。なんで、ウィンドフォールに関しては自分で速攻カードをトレードに出せるっていうメリットあるけど、その後、プロダクション、誰かのプロダクションに相乗りできないっていうデメリットがある。に対して、プロダクトワールド、この中に色がついてるやつに関しては、出した時点で、リソースは手に入らないけど、誰かのプロデュースに相乗りができるっていうことになってます。基本的にこのゲームの戦略としては、まず最初に武力を貯めて、武力でどんどん惑星を制圧していくという武力スタイルか、ある程度、このコンシューム、消費 と、プロダクトで、回せるような段階を作った、それを延々と回し続けて、リソースを手に入れてはリソースを、VP に変えてって形、VP チップをガンガン買いまくるっていうスタイルの、2派に分かれます。その他の戦略としては基本的に弱い。武力勝利、武力で、制圧していくか、そして、プロダクトとプロデュースを延々と回して VP チップを稼ぐかっていう戦略をやりながら、こちらの5つのギャザリングストームで追加されたこちらの、追加ルールですね、ゲーム中にこれらの条件を、達成すればボーナスがもらえますよっていうのを、目指していくってものになります。武力があればこちらの、レベルワールドを落としていくっていうボーナスを得るんですけど、他のやつで言うとさっさとカードを出して8枚先にカード出したやつがいいっていうやつと、あとは緑のカードを出していくか黄色のカードを出していくか、そして手札をいっぱいにしてさっさと手札を誰か、早く捨てるかっていう、手札オーバーで手札を捨てるっていう形かなの、ボーナスでから、これが何だったっけ、8ワールドとかから狙っていく。あとは、青と茶色をたくさん置くって形かな。なんで惑星をガンガン置いていって、惑星ガンガン置いていくよりも、さっさとカードを出してって、そして、コンシュームとプロデュースを回して、リソースをガンガン手に入れた方が多分強いと思うんで、これでいきましょう。で、今回は、初めから緑のリソースがあったんで、緑のスペースリソースをトレード出した時に1枚カードを多く引けるってやつと、誰かが、プロデュースで選んだ時に、ウィンドフォールワールドに、リソースを置けるっていう風な強い、今置いてるカードとシナジーがある、デベロップのカードを出しました。でコスト2なんですけど、自分で、説明長いこのゲームすげえ複雑なんよ。複雑なんだけど面白いとか、複雑だから面白いっていうタイプのゲーム、難しいから面白いっていうタイプのゲームなんよね、このゲーム。から投資マップは比較対象としてプエルトリコなりと比べられることが多いんだけど、プエルトリコと比べて、ゲーム中のシナジーが非常に複雑で絡み合ってるもんだから、毎回毎回プレイすることに、新しい、戦略が見えるっていう部分が結構楽しめるし、風雨に左右される部分大きいんですけどねで、こいつを選ぶとリソースコストが1減るので、コスト2から1減って、1枚カードを捨てれば置けるって形ですね。はい、 OK。 話長くてごめんね。はい、続きです。どうしよっかな。まずちょっと顔を大きめにしよう。はい、オッケー。ちょっと大きめになったね。まあ次はリソースあるからリソース交換に出すっていう形かな。このフェーズ4のリソースの
トレード、あ、コンシュームか、コンシュームがちょっと変わってて、あの誰かがコンシュームを選んだ時っていうのは基本的にはその自分のこのフェーズ4のコンシュームのアクションが取れるってやつなんだけど、このダラーと、フェーズ4なんだけど、このダラーっていうのは自分で選ばないとダラーが取れないのよ。ダラーっていうのはあくまでも自分で選択した時にしか、資源を支払ってカードを手に入れるっていう行動ができないのよね。だから誰かに相乗りして、リソースを売るってことはできないのよ。なので自分のリソースを今、トレードに出したいっていうのは自分でこのコンシュームを選ばなくちゃいけません。まあ今のところカード1枚しかない、他にやれることないし、ね、当然他のプレイヤーも、まあ、カードとしては、枚数が少なめだったんで、みんなこのトレードで、カードを資源を売ってカードを引くっていう戦略を取ってます。これはちょっと間違いですね。これ出したい、これ出したい。はい、コルタナです。なんかコルタナさんが起動した。このカードを出したいんやけど、このカードがコスト6なんで、自分でデベロップメントを選んでもコスト5払わなくちゃいけない。で、誰かがワンチャンこのエクスプローラーを引いてくれたら1枚残せるので、今回でいうとそのレベル惑星を取るっていうのがボーナス目標になるので、それを狙える状況を作れるんだけど、このカードのおかげでね。ただこれを出すことによって今持ってる手札を全部捨てなくちゃいけない。これをまだ出せないにしても他のカードも一応欲しいっちゃ欲しいんだよな。赤い数字のこれが軍事惑星で、自分のこういった、軍事力を上げるカードを使って軍事力を上げないと取れません。ただし軍事力で取った場合は、軍事力で取ったとか軍事力でしか取れないから、軍事力で取るっていうカードに関しては、カードをコストとして支払わなくていいので、軍事力があればあるだけ、ただでカードがバンバン出せるっていう形になります。さあ上から順番に、自分で選んだ時のボーナスを見てみましょう。このゲーム自分で選んだ時にボーナスがあって、それと他別に他のプレイヤーが選んだ、フェーズに相乗りできるって形になりますが、相乗りできるかできないかが大きく分かれています。まずフェーズ1の、エクスプロールの場合は2枚引いて1枚捨てるなんだけど、自分で選んだ場合は5枚カードを追加で引いて、そこから、残り1枚の、1枚残してあと捨てるっていうパターンか、あと1枚余分に引いて、2枚カードを残すっていうパターンの2つに分かれます。なのでコストが2足りないとかいう時だったらこれを狙えば、コスト2、稼げる形になりますし、軍事惑星がっつり持ってるんだったらこのカードで、強い軍事力の惑星ですね、こういったレベルパワー8の軍事惑星とかですね、カードたくさん持ってるときにこういったレベル6の施設を置くために、引き当てる山札を掘るために使うというものになります。デベロップメント、自分で選ぶと、コストが1減ります。結構使い勝手としては難しい。コスト1減るぐらいだったらこれで2枚引いた方がいいからね。まあこのデベロップメントだとセトルメントに関しては自分でカードを置きたいときに使うっていうカードになりますね。シャトルメントは、出した後に、フェーズ終了後にカードを1枚引けるってものになります。ただ実質上コストが1下がるっていうもんなんだけど、先にコスト1下がるか後で1枚カードを手に入れるかっていう違いがある。これに関してはちょっと相乗りしていきたい部分がある。
でフェーズ4のコンシュームは、ダラーと、VP×2倍。でコンシュームに関しては他のプレイヤーが選んだ場合、自分が相乗りするのは、フェーズ4のこのダラーじゃなくてフェーズ4の部分の、アビリティが必要になります。こういうやつね、フェーズ4ね。これだったら、3枚、リソースを捨てることによる VP3 ポイントになります。このゲームは、割とこの VP2 対1っていうのが結構多いんで、これだったらリソース2枚捨てて VP が1枚手に入る、 VP チップが1枚手に入る、ちょっと弱いものになってる。強いので言えば、どっか誰か持ってるかな、こういう形で、リソースを2つ支払って VP1 点とカード2枚、これもまあまあ強いかな。リソース1個捨てて、VP が1個手に入る、これもまあまあ強いかな。フェーズ4、メイ、アンターカードコスト、ディフェンス、1から6、2、フリップがナンバーオブカード、これよく効果が分かんない、使ったことない。ギャンブリングワールドって書いてあってサイコロ振ってるか、多分ランダム系のスキルなんだなと思ってる、うん。という形で2対1の交換って意外と弱いんよね。これもこれで茶色の惑星持ってるんだったらそれなりに強いから出したいんや、出したいんだけどさ、どうしよっかな。やることねえな。で報告が設定されました。累計ポイント数が700になりました。ありがとうございます。第13くらいにランクインしました。ありがとうございます。ハードランクは基本的にあのカード出すのがめっちゃ早いです。あのこっちがカード6枚か7枚ぐらい出したように、相手10枚11枚出してるってことがザラにあります。なんでとにかくスピード勝負です。いかにして効率よくカードを出していくかって部分が問われる。でカードを出せば出すほど自分の帝国が大きくなる、強くなる、優位になるってことだから、カード出した方がやっぱり有利なんよ。なんで VP できるだけ高い点数ので勝利するんじゃなくて、できるだけ相手より1ポイントも高く、勝利するっていうのがこのゲームの肝になるから、カードを早く出すってのはすげえ重要なんよね。なんで序盤はなるべくコストの安い、カードをバンバン、連打してゲームを優位に進めたいんですが、進められる要素がない。これ出したんやけんな。これ出してもな、レベルカード引いてくるかどうかやしな。まあ、この、星マーク、ここがテイクオーバーっていう特殊ルールでして、セトルメントの時何も実行しなかったら、テイクオーバーが発生して相手の惑星を奪います。で自分の軍事力と相手の軍事力比べて、自分の軍事力が勝てば、その惑星を奪えるってものがあります。で、インペリアルの、カードに関しては、プラス2点、ボーナスがつくっていうカードですね。出したいんだけんな。出せないんだよな、これ。あった評価有利なの分かるんよ。レベル惑星を、コストマイナス2の、通常カードという扱いで出せるって結構強力なんでね。はぁ、どうしよう。でもリソースもねえしな。これはあれだな、今のところ誰もカードを自力でコンシュームできないから、自力でコンシュームするか。誰かセトルメント OK。 よっしゃ、引いた。これでやって、123これで12ダメだ。置きたいんだけど置けないな。パス。今こいつが死ぬほど有利なカード出した。コスト4っていう形で非常にコストは高いんだけど、惑星マイナス2っていう、惑星コストマイナス2っていうすげえ強力なカード出した。セトルメント今出せるのはこれですね、うちとしては。で捨てれるカードはこいつは出す予定がない。軍事力は後で引いてくるか分かんない。レベルの惑星も諦めるか、レベルボーナス諦めるか。あーでもこれアップリンクあるしな、アップリフトか、アップリフトあるしな、欲しいには欲しいんだけど、あーダメだ。これも茶色
だし2対1だからちょっと弱いからな。これも捨てるか。ほい。あれちょっと待って、コスト2だろ。あと1枚捨てればいいんだな。こいつかな。ちょっといろいろと効果が出たんで説明しましょう。このカードは軍事力がマイナス1になるけど、エイリアン惑星以外に関しては、今持ってる武力マイナス1で、カードを出せるっていうカードです。こいつは、武力カードなんだけど、このカードですね。武力惑星を、武力マイナス1の通常カードという形で出せる。なんでこのカード1枚あるだけで、武力1のカードだったら無欠制圧できるんよ。で得点としては VP1 点しかないっていう非常に貧弱なもんなんだけど、ここにリソース1個捨てる払うだけで VP とカードが1個手に入るっていう、ただ誰かに相乗り、コンシュームの、フェーズ4のコンシュームのフェーズで、相乗りして VP1 点とカード1枚手に入るっていうすげえ強力なカードです。それから自分の最後にコンシュームを選んだので、今さっき出したこのカードに、リソースがつくとともに、このカード、ワイルドホールというウィンドホールか、ウィンドホールっていう、単発のリソースのカードなんだけど、自分でコンシューム選んだからボーナスで、1個だけウィンドホールの、惑星にコースリソースが手に入ったって形になってます。でカード引きたいから、トレードでオン。何もやることがね、どんどん差が離される。早いんだよ敵が。リソース持ってる俺だけやし、よし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 、今は競争が11か。次はこのカードを出して2たりプラス2にして、で運よく誰かが惑星引いたらこのカード出していきますからね。よっしゃ、運がいい。今回はウィンドホールじゃなくて、青と紫、青と橙を3枚以上だから、緑な緑欲しいじゃ欲しいんだけどな。普通のグッズ捨てて3枚じゃないか。これも捨てがたいな。こっち捨てよ。じゃあないの分かってるし、これで軍事力プラス3。それから、このカードを出してと、今さっき軍事力が3に、このカードのおかげで3に上がったから、この軍事惑星のカード、侵略軍事カードの軍事惑星のカードを出したってついでにこのボアスを狙ってます。最初にアップリフトのカードを3枚出したやつがボアス取るやつですね。パス。ギャー、リソース溜めやがった。早えな。てかもう勝つんじゃねえ こいつら。
全然勝てん、全然スピード追いつかん。一体何のゲームしてるんだ。よしよし、緑の惑星があったら VP が手に入るっていう、レベル6の惑星手に入ったけどちょっと遅いな。ちょっと全体的に手が遅いんか。もうこいつ子供は買ってまうしな。プラス2のカードにするカード、それから2枚カードを捨てて、こいつがあと1枚で惑星カード出したらこれでゲームが終了するんだよな。エイリアン惑星を出して、このカードの効果を使ってカード1枚捨てると軍事力プラス1、2枚カードか、2枚カード捨てると軍事力プラス1って書いてるんだけど、ゲーム中はあの1枚カード支払うって形で書いてるから、この部分がバグってます。こいつをさっさと出したかったよな。そうしてリソースを早く VP に転換したかったのに、このカードはなかなか来なかったんや。よし、まだゲームができる、まだボールは生きてる。終わった。終了しました。でこのゲームは12枚カードを出すか、先に VP チップが切れるとゲームが終了します。でハードランクはとにかく手が早いんや。さっさとカード出していかないと、追いつかないって形になってます。どんだけ安い状況のみんなさっさとカードを出せっていうゲームになってますね。最初に4つ惑星を自然化したら勝利。最初の手が悪いな、これ最初の手が悪いな、これこれはエイリアン惑星が、コスト2下がるってやつだ。これはプロデュースで、茶色のリソースが出るとカード1枚引けるよ。でがプロデュースで、緑のカードが出るとカード2枚引けるよってやつね。から惑星を置くとカードが1枚余分に引けるっていうカード、あかん。でもこいつ出したらこれで捨ててもらう形になるんだ。ああもったいないな。でとりあえずカードを出す枚数で負けてるから早く勝たなあかん。あこれでエイリアン惑星に対してはプラス2ついてるから、これでカードをただに出せる。じゃあどうしようね、誰か惑星選べ。どうしよう、 OK ただで出すよ。カード1枚引いてきた。微妙。コストにリソースに払って VP チップ3枚が非常に美味しいんだけど、このカードを送る時間がね、特にレベル6っていうリソースもねえしな。とりあえずこいつしてみる。次はこれが出せるな。
は軍事力の分だけ、VP が上がるっていう割と強力なカード。これは青のリソースを、生むたびにカードが手に入るっていう強力なカード。だから全体的に強力なカードしかないんだよこのゲーム。どうしよっかな。青のカード持ってからこのカードを出すって言ってるゲームを進めよう。このゲーム同じカードは出せません。何枚か同じカードがあるんで、例えばテラフィコングロボットに関してはもうすでに出してるからもう使えません。なので捨ててみましょう。でこれね、これ要点がね、このアビリティが必ず発生するのでアビリティキャンセルできないよね。これ多分バグだと思うんだけど、アビリティを必ず使わなくちゃいけないっていう状況になってるから、ここにアビリティがある限りこのカードを支払わなくちゃいけないんだよね。せっかくカード5枚手に入るはずの、エイリアンリソースを捨てなくちゃいけないっていう状況になってます。今のところスピードは2、悪くはない。カードを出した後ここは、このゼロマナのこいつを連打するか。ペペペロ。この6点いらない。スコア6か。欲しいからもう1か。こいつ0点がいらないな。いらない。それからエイリアンに対してあと軍事力2点払えるかわかんないんだな。今回は待ってこれを支払って、これは0点だからいらない。こいつも0点だからいらない。あと2枚。アップリンクのボーナスがあるからアップリンク狙うべきか。いやーでもちょっと待って、ダメだ、多分出ないなこれ。で今回はこのカード出す予定なので、どうしようかな。カード出すことに1点のカードを出すことに、VP がもらえるっていうすげえ強力なカード。だから安売り戦略するときにこれ2があればバンバン出せるっていうような、ものになってます。でさらに、エクスプローにプラス2ボーナスがつくから、エクスプローしまくってガンガンと、安い惑星を出して安い惑星を連打してクリアするってことができる。あれなんかリスクする。まあまあたくさん出さなくても、プロデュースワークス出して時間がねえな、これ多分。これだな。まあまあまあ、そうだな。悩んだよ。これを残しとくべきかどうかっていうのは結構悩んだんだけど。このゲーム、その、プロデュース回してって、コンシューム売るっていうのを繰り返すっていうのが結構、その、ゆっくりとさせて、特にハードモードだと、さっさとカードを出してクリアするっていう戦略だから、結構その遅いんだよな。なので、ウィンドホールだったら最初に1枚リソースが手に入るから、それが結構でかいんだよ。さあ、コスト0、VP も0だけど、勝利にも近づいたし、先にとりあえず8枚カードを出すってこのゲーム目的だからね。これを達成しなくちゃいけないから。カードは
プロデュース何も発生しないんだな。で僕が、月にこいつを選んでこいつをコスト0に出せば、この最初に8枚カード出したプレイヤーって達成するから3点に入る。よし、コスト1惑星たくさん手に入った。これがいらん。だから他のプレイヤーの報酬に相乗りしようとするんだったら、実際にフェーズ4にあるボーナスとトレードにあるボーナス、トレードにあるボーナスは確かに強いんだけど、トレードにあるボーナスは自分がトレード選ばないと効果が発揮できないっていう部分があるから、だから相乗りするんだったらフェーズ4についてる、カード、フェーズ4にアビリティがついてるカードを出さなくちゃいけないので、こっちを捨てる。 OK。で、デベロップメントを自分で選んだので、コスト0でこのカードを出しました。これでそうですね、最初に、8枚達成っていうのをプレイしたので無事に3点手に入った感じですね。自分で言うとあとは何が手に入ったんだ、エイリアン惑星、エイリアンカードを3つ出したから、達成しますね。結構順調。さあ次は惑星がタダで出せるけど、惑星がタダで出せるけど、ここはコンシュームを選びましょう。あ、誰か引くと思ったんだけんな。このカードもういらね。あ、ここで 手が止まった。痛いな。これはどこに、カードを置きますかっていう選択なんだけど、難しいな。これはエイリアン惑星に置いたらエイリアン惑星だから高く売れるんだけど、こいつに青のカードがリソース生むようにすれば、1枚タダで手に入る。うん、で今ゲームとしては終盤で自分がカード出せる状況だから、まあ普通で言えばエイリアン惑星のにリソースを生むべきなんだけど、こんだけ手が進んでるんだったら、もうエイリアン惑星手に入ったカードをバンバン打つっていう状況じゃなくて、今あるカードで先に上がってしまった方がいいのよ。自分が得点勝ってるから。だから、この、青の惑星にリソースを生んで、そしてこいつのボーナスで、1枚カードを手に入れておきましょう。自分で惑星、出すか。惑星出したらカード手に入るしね、このカードのおかげで。どんどんゲームが進んで後半に行けば行くほど先に出したカードの効果がどんどん得られるようになってくるのよね。ここがすげえ面白いところで、2枚カードを捨てる。このカードはもう出した。で今現状自分が、自分がトップ走ってるから安いカードをバンバン連打して出した方が強い。麻雀と一緒ですね。曲が回ってきて、で自分の方が得点で勝ってるんだったら1000点でいいから上がればいいっていう風な形なのよ。このゲームすげえ麻雀に近いよ。その点で言うと後付け麻雀ですね。泣いてから役をつけるっていう。でこれがこれまで泣いてきた役だと思ってください。まあトンを泣いたなり、ペイを泣いたなり、1万を泣いたなりっていう風な形で泣きがこう出てるわけで、この泣きを見て自分が何のカードを泣いてるか。自分が何のカードを泣いてるかっていうのを見ていきながら、プレイをしていかなくちゃいけないのよね。で今回で言ったら、とにかく安い惑星を出せばカードが1枚手に入る。これもちょっとね忘れがちなんよね、意外とゲームしてると。今次何のカード出していこうっていう部分しか頭が回らなくて、もともと出したカードの効果をすっかり忘れてることが多いんよ。
これで言えば青のカードを捨ててカード1枚手に入るってカードを出していってもいいですね。これ誰かがプロデュースを選んでくれているので、このと誰かがプロデュースを選んでくれているときはウィンドフォール最初にリソース出すけど、自分でプロデュースを選ばなくちゃリソースが生まれないっていう惑星を出すよりも、こういった出した時にはリソースでないけど誰かがプロデュース選んでくれた時点で リソースが発生するっていうカードを出した方が強い。しかも武力で制圧できるしね。得点的にはそろそろ追いつかれつつある。さあカードの効果を使ってリソースを捨てて、ちんたらしてるつもりはないんやけど、ちょっと手が遅いですねこっち僕が。こんだけあったらデベロップカード出せるから誰かデベロップ出してくれるだろう、祈ろう。これを出してちょっと大幅に差をつけたい部分はあるしね。冒険だな。こっち出すか。よし出す、数を出せた。であとはいらないカードをバンバン捨てて、緑のカードが2枚あるけど今のところ緑のカード出せる状況じゃないんだよな。緑のカードも捨てるか。このカードも捨てれるな。武力で取れる惑星はもう武力で取れる惑星、あこれ2か。このカードを出して1ターンに2回カード出していきたいですね。やっぱりとなると誰かが、まあ自分がこのデベロップメントを出したときに誰かが、このセトルメントを出してくれたら2枚カードを置けるのですごい有利なんだけど、誰かがこのセトルメントを選ばなかったときっていうのは結局プロデュースと今週も回した方が早いんよ。得点として上がりやすいんよ。で今は自分がちょっと得点で押され気味なんだけど、なんとか逃げ切ろうと頑張ってます逃げ切りたいですね。とりあえずコストが高い惑星はバンバン捨てていこうね。このカードも出せるっちゃ出せるけど、よし、セトルメントどっち出す？青のカードを捨てれば捨てるだけ VP が手に入るって、こいつが何でも捨てて VP が手に入る。まあとにかく VP 手に入れよう。となると、先にこいつ出すか。でから今エイリアン惑星に対してはプラス2ついてるから3ポイントで、1ポイント攻撃力が足りないから、1枚カードを捨てなくちゃいけません。1枚カード捨てて、あ、1枚カード捨てて武力を上げるってカードがあるのよ。2枚まで捨てれるってやつですね。でこのカードを捨てて OK。 あとは次のターンに自分がセトルメントを出していけばいいんだけど、ちょっと VP の部分がちょっとよくわかんない。まずいぞこれ。あと7点差か。ワンチャン追いかけられそうだな。とりあえずこのカードで VP チップを手に入れて、このカードで VP チップを手に入れてと。よし OK。 あー追いつかれる追いつかれる追いつかれる。自分があと1枚カード出せば勝利なんだけど、どうしよう。じゃあこのカードを出して、で誰かが惑星カードを選んだら、これあと1枚出せば自分の勝ちなんだけど、もしかして相手がまだそのむちゃくちゃ強いカードを出して逆転される恐れもあるし、
リソース面で言えば多分逆転はないな。こいつがリソースたくさん持ってるんだったら最後あの VP2 倍ボーナスで倍倍プッシュであの勝利できるっていうところだったんだけど、今回うまく逃げ切った形ですね。で万全を期して、ここはセトルメントを選んで、このカードを、コスト1だからタダで出しましょう。誰かが、自分がデベロップメント選んだんで、誰かが、セトルメントを出せば、その分さらにこっちもボーナスが手に入るって形ですね。4枚カード捨てる。まあけどあともうやること決まってるしな。このカード2点取れるわ。んでからコンシュームもないからこのカードを捨てて、で、OK。で、僕がデベロップメント、フェーズ2デベロップメントを選んだので、ボーナスがついて、これはタダで出せる。これで12枚、これで勝利。なんだけど、さらに、誰かがこの時に、例えば、コスト6の惑星出し逆転されると、それがあったんよ。それだけ怖かったんよ。だけど、その、コスト6の、デベロップメントを出すことなかったんでポイント差は変わらず、であと僕1枚カード出せますが、軍事力2なので、軍事力3のカードを出します。1足りないから1枚カードを捨てて軍事力3にする。これで、VP が2点手に入った。あと他の動きだな。やっべえやっべえ、やっぱ持ってた、やばかった、やっぱりそうだ。これですね、こういうカードは怖いんよ。よっしゃ、よっしゃ、勝った。ハードランクに勝った。なので、このハードランクが非常に強いんで、レースフォードギャラクシーはスマホ版の前に、PC 版のレースフォードギャラクシー AI っていう無料ソフトがあって、そちらが7年ぐらいかけて AI を開発してたんよね。そのおかげで随分と、むちゃくちゃ強い AI が、プレイできる形になってました。まあ開発元としても、そのレースフォードギャラクシー AI で作られたルーチンを、話しつけて、このスマホ版の開発チームという形に加えてですね、そこでさらにルーチンを鍛え上げたという形になっているので、結果としてはその7年以上の、錬磨された AI との対戦が、楽しめるようになっています。なので、レースフォーザギャラクシー初心者の方は初心者の方で遊べますし、上級者の方なり、もう、レースフォーザギャラクシーすげえ好きなんだけど、このゲーム友達誘ってやるにしても45分友達とこのゲームで拘束するのすげえ心苦しいわっていう方はですね、ぜひとも、7ドル払って、さらに拡張に、拡張に、4ドルずつ支払ってもらう形になるんですけど、そうなると計15ドル支払う形になるんですが、こちらレースフォーザギャラクシーのスマホ版をぜひともプレイしてみてくださいな。ああ、よかった、よかった。今回の勝因はどこにあるんだろうな。多分、今回の勝因はこれですね。うん、確実に。早いうちに、このエイリアン惑星のコストを減らすっていうカードを出せたので、そのおかげで、こういったエイリアン惑星の安い惑星をバンバン出して、で、エイリアン惑星から出た、エイリアンリソースで、カード5枚引くっていう、このゲームその、この、エクスプロールでカードを引くよりも、リソースを売るっていう、このコンシュームでリソースを売った方が、はるかにカードの効率がいいのよ。で、とにかく手札がないとカードが出せないゲームだから、いかにして手札を回収する要素を作るかって部分がすごく重要だったんよね。今回で言えば、このエイリアン惑星を出すっていうカードのおかげで、コストとしては結構かかるんだけど、エイリアン惑星を出して、エイリアン惑星のリソースを売って、カードを手にしてっていう形で繰り返した。で、さらに勝利条件として、エイリアン惑星の、エイリアンカードを出して、最初に3枚出せば、ボーナスが得るってやつがあったので、こいつも出せたし、1ターンにかなりの行動ができたので、
カードがたくさんあるから1ターンに、取れる行動の回数も増えたので、8枚カード出すっていう、エクスパンションリーダーというゴールも達成できたっていう部分で、このゲーム中の目的も、達成できたし、カードを引いてカードを出すっていう風な、エンジンがこのカード1枚で決まったっていう部分もあった。これが多分勝利ですね。で、このコスト6の惑星っていうのが通常のカードとコスト6の、惑星のコスト6の、デベロップメント施設っていうのがですね、通常のカードと比べて大きく VP の計算が違うんですね。惑星にも一応コスト6の惑星があって、それそのものはすごく、リソースコストとしてはすごく高いんだけど、コスト6のデベロップメントは条件を満たすことによってどんどんとボーナスを得るものになっています。これで言えば、ウィンドフォールワールドを持っていると2点手に入って、テラフォーミングっていう名前のカードを持っていると得点が上がるっていうカードです。テラフォーミングってカードはこれですね。こいつで言えば、コスト4以上の、カードを出せば得点が増えるってもなってる。これそのものは、誰かがフェーズ4言ったらコンシュームを実行するとカードが1枚手に入るっていう強力なカードなんだけど、 VP の上がり方としてはコスト4のカードを出さないと VP が上がらないっていう点ですごく効率が悪いんですよね。で、自分の出した、コスト6のカードっていうのは1点のカードを出せばコストが増えていくって形なんで、早上がりにすげえ強いんよ。言ったら安いカードを出せば出すだけ、この本来だったら1点というカードがですね、このコスト6の施設のおかげで、もう1点なりもう2点手に入るって形になってる。でさらに惑星出せば1点手に入るって形だから、その分バンバンと得点が増えてくるようになってるので、コスト6っていうコスト6の、デベロップメントに関しては非常に強力な効果を持つとともに、これまで積み立ててきた自分のカード、そしてこれから積み立てていく自分のカードの、VP、ビクトリーポイントの価値を大きく変えるものになってます。これが言ってしまったのは後付け麻雀、泣いてから役を決めるっていう後付け麻雀性を著しく上げてんだよね。今まで泣いてきたカードを強くするために、レベル6コスト6のカードを出すか、早めにコスト6のカードを出してその効果を使いつつ、これですね、こういった効果を使いつつより優位にゲームを進めるかっていう部分がある。で、まあその結果、このゲームハードランクの AI ってすげえ手が早いんですけど、そのほとんど AI と同率で、勝利した形になってます。ポイント差は結構危なかったですけどね、後半の追い上げが。このターンとこのターンの間にちょっとワンミス発生したのが大きかったな。これまで自分が何かカードを出すっていうターンがずっと続いてたんだけど、やっぱ1ターンに1枚カード出さないと損するからね、このゲーム。なんで1ターンに1枚カード出すっていうのが、自分でカードを出すんじゃなくて他の人に漁夫乗り相乗りしていくっていう部分がすごく面白いんだよね。どうやって相乗りしていくかっていう部分に関して言えば、相手の手札を見れば大体わかります。手札の枚数が多かったらカードが出せるってことだから、おそらくフェーズ2かフェーズ3を選んでくる。逆に手札の枚数が少なくて少ない、そして、リソースがあるっていう状況だったら主にこのレベル4のコンシュームを選ぶ。で、自分の手札が少なくてコンシュームすらなかったらこういった、エクスプロールを選んで、無理やりカードを引いてこようとする。これは良くはないけど、良くはないんだけど、やらなくちゃいけないからね。で、ある程度余裕がある状況なりですね、カード枚数的には、そんなに少なくないんだけど、リソースが全くないっていう状況だったら、プロデュースを選ぶっていう形で、だいたいルーチンが決まってるので、自分がやろうとしてることを AI がやってくるわけだから。なので、相手の手札と、あとリソース何があるかっていう部分だけ見て、この、
1,2,3,4,5 フェーズ1エクスプロール、フェーズ2デベロップメント、フェーズ3セトルメント、フェーズ4コンシューム、フェーズ5プロデュースの何を選ぶかって選んでいって、そこから逆乗りしていくっていう部分が面白い。他のプレイヤーの動きを読めば読むほど面白いですし、読まなかったら読まなかったで、まあ、自分でやりたいことだけやって勝てばいいっていうような形になれるゲームかな。自分のやりたいことだけやっていくって形だったら、あ、相乗りできたラッキーみたいな形でプレイできるけど、ハードランクになってくるとやっぱ敵の手がすげえ早いから、どうやって相乗りしていくかって部分を考えない、いかなくちゃいけないですし、勝てる状況なんだったらもう1手でも確実に出していく、あと3ターンで勝てるわっていうつもりで出していくっていうのが重要になってくる。まあ逃げ切れるかどうかは結局のところのフェーズ4のコンシュームで、こういった VP を稼ぐっていう惑星がいくつあるかによって変わってくるんですけどね。リソースたんまり持ってると、まあ、リソースたんまり持ってる国が、こういったリソースを VP に変換していくってカードを連打し出すと本当にしんどいです。まあ、なんでこんち得点で勝ってんのになんでどんどん追いつかれてるんやろうって気持ちでありますね。自分で言うとまだまだ VP を稼ぐっていうその、コンシュームとプロデュースを回すのはあんまり上手くないので、まあ、結局は相手の手を見て、まあ、できるだけ一旦にたくさんカードを置けるようにするっていう。で、カード置かないときは置かないときで、相手がプロデュース選択したときは自分もプロデュースを選択するっていうような形の読みを働かせるようにします。まあそんな感じで、頑張れば、まあ、ベースボールだけ楽し、1年2年っていうかまあ、そんなにやってなくても勝てる。1年2年やらなくちゃ勝てないっていうもんじゃなくて、ちゃんとルールを学んでですね、勉強していけば勝てるっていう、すごく、まあ、結局麻雀なんで、運だよりだ、運だよりだあるんだけど、まあ、トータル数を重ねていけば、結局は上手いやつが勝つっていうようなゲームになってるから、そういう点で、ベースボールギャラクシーの、スマホ版、ぜひとも、興味を持って、プレイしていただければ嬉しいと思うございます。というわけで、本日は、こちらの、レースフォーザギャラクシーというゲームを2週間にわたって、紹介させていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。まだまだ、おそらくなんだけど、このストアっていうのを見る分にここにまだ多分拡張が入る余地があるのでおそらく拡張がどんどん出てくると思います。で、まあ、その分毎回毎回まあ4ドル払う形になりますが、レースフォーザギャラクシーだったらまあ全然ありかなと思う値段なんで、ぜひとも興味持たれましたら、ご購入いただければ嬉しく思うでございます。だいたいワンプレイ、さっきだったら喋りながらだったら、ね、20分くらいかかりましたけど、だいたい10分から15分くらいでワンプレイ回せますので、会社の休憩時間なり、電車に乗ってる最中にとにかく集中してゲームプレイしたいっていう人はですね、こちらのレースフォーザギャラクシーを、ご購入お願いよご購入よろしくお願いします。いや、今流れてる BGM なんですけど、実はゲームの BGM ではございません。ゲームの BGM に関しましては、この1曲しかないんよ。 BGM がちょっと単調っていうか、まあ、1曲しかないっていう部分に関してなんとかうまくカバーしてほしいちょっと盛り上がりにかけるんだけんね。まあ、BGM 切ってプレイしてもらうっていうのでも全然構わないんだけど、やっぱちょっと BGM やっぱゲームの雰囲気、アトモスフィアを作るもんなんで、まあ、もうちょっとこだわってほしかったかなと思う。ビジュアルすげえいいんだけど、その辺もうちょっとアートワークっていうのは BGM 含めてアートワークなんだから、その辺もうちょっと頑張ってほしいなと思うわけないんよ。なんで、レースフォーザギャラクシーのね、これでも本当に、なんていうか、ツイッターでレースフォーザギャラクシーのスマホ版の話をすると、レースフォーザギャラクシー AI の、作った男たちの人が毎回毎回いいねしてくれるんだけど、直接その人にもうちょっと曲増やせって言った方がいいんかな。じゃあまあ今日はこの辺で、ゲームの方を終了させていただきます。ご視聴いただきどうもありがとうございました。